はい、どうも学年生期末でございます。どうもどうもどうも、声がでかいです。これいいじゃないのよ、ネタ始まるって時なんだから、大きい声出すよ。お願いします、元気よくいきましょう。元気よくね、藤崎と田川で爆弾生期末お願いいたしますね、ありがとうございますね。いや、それにしてもですけどもね、誰しもがこう憧れの人というものはいるもんじゃないですか、これね。まあそうだね、スポーツ選手だったり芸能人だったり。そうですね、だから我々なんかも漫才やる上でですね、やっぱ憧れの人がいるわけですよね。はいはいはい。まあ我々はまあお笑い界の新総理目指してね、頑張ってるわけなんですけどもね。石破茂目指してたの？我々石破茂になりたいなと思います、ね、漫才やってるんですよ、実はですよね。俺ら二人で？二人で石破茂みたいなとこありますね。あ、そうだったの？そうですよ、私が石橋で彼がゲルで頑張ってゲルなの？頑張りますよ、私はね。何ゲルって何すればいいの？ぬるぬる担当です。ぬるぬる担当？私も今ゲルで撮ってる。いやいや、知らないけど。やだよ、ぬるぬる担当は。私はね、だからまあお笑い界で、まあ唯一無二というか初の、まあお笑い界の石橋を目指して頑張っていきたいなと思ってますから。いや、もうトンネルズがいるから。あ、いるんすか？石橋は。あ、そういうこと。高明さんが。いたんだ。ちょっと初の石橋は無理じゃない？無理ですかね。でも石橋茂さんっていうのはすごい方でね、皆さん一度は憧れたことがあるから。そんなやついないよ。あれただの小太りのじじいだろ。あ、そうですか、小太りじいさんですか。小太りじいさんは違うよ、また。違います、小太りになっちゃう。小太りだから。石破茂さんってすごいですよ。何がすごいかって言ったらね、あれは党内野党って言われてるわけですよ、あの方はね。言ったらまあね、自民党内のですね、まあ、一番偉い方へですね、一番偉い人へですね、情けねえと、これガラガラヘビやってくるぞと言える方ってことですかね。おかしいな、おかしいな。いや、そんなこと言わないだろう。ツッコミ違うな。ツッコミ違うって何？間違っちゃいないよ。ビシッとくるワードがあるんだ、漫才には。これっていうのがあるの？ツッコミがあるんだよ。正解があるのね。正しくツッコんでください。いや、さっきトンネルズの石橋さん知らないって言いながら、トンネルズの名曲のタイトルでたくさん入ってたねって突っ込んでほしかったんですけど。いや、わかんないよ。頼んますよ、ほんとに。世代じゃないからさ、トンネルズ。一番偉い人へ情けねえガラガラヘビがやってくる、どれもいい曲でしたけど。最後がおかしいのよ。石橋茂が、ガラガラヘビがやってくるなんて言わないでしょ。ガラガラヘビがやってくる、お腹を空かせてやってくる、これね、中国の領空侵犯のこと言ってます。あ、怖いこと言ってた。あ、来た来た。怖い怖い怖い。お腹空かせ。やめて、そんなこと言うの。そういうことですから、ね。知らない。いや、石橋茂に憧れる人なんいないかな。いないですか。別の人目指した方がいいと思う。なるほどね、そう言われましてもね。じゃあ大谷翔平目指しましょうかね。頑張りましょう、ね、別にしょうがなく目指すもんじゃないと。大谷だ、大谷が。いや、まあまあいいよ、大谷翔平目指す、いいと思うよ。二人合わせて大谷翔平目指して頑張りたい。さっきからその二人合わせるのは何なの。一人でやりなよ。大谷氏と陽平で頑張って。大谷氏大きい会、はい、外来種で問題になってる、はい、YouTuberがよく殺してるやつですね。ね、あれ危険視されてるやつ、はい、ヌルヌル担当。またヌルヌル担当。大谷氏ヌルヌルしますから、ね、いや知らないけど。やだよ、なんだヌルヌル担当、何すりゃいいんだって。大谷はすごいっすね、あれで50-50やりましたからね。あれは立派なもんだ、あれはね、本当にね。あの50本のホームランと50回の盗塁ですか、うん、そうですよ。だからこれ50-50達成しちゃったらね、次も達成するべき記録ってだいぶ限られてくるわけなんですよね。あ、それぐらいいろいろ記録持ってるから。そうなんですよ。あとやるとしたら、まあオーディエンスとテレフォンぐらいしかないですからね。ミリオネアだよそれ。いやいや、オーディエンスとテレフォン、野球にないでしょ。いいツッコミだね、今の。いいツッコミとか言うから、さらっと流せ、そういうのは。オーディエンスとテレフォンがないってことは何ですか。今後、鉛筆コロコロも達成しないってことになるんですか。いや、ないよ、そんなの。なんだ、鉛筆コロコロって。ツッコミ違うんだよ。ツッコミだから、さっきから言ってるけど、違うことはないよ。パッと言ってください、正しいことは言ってくださいね。何？いや、鉛筆コロコロはクイズミリオネアに出演した新藤剛志さんが A から D が書かれた鉛筆を転がし、 C が出たから C と答えたら1000万円取った時のやってたやつのことな。あれライフラインじゃねえからって突っ込んでほしかった。いや、誰も知らないよ。なんだその長いし。2004年のことだな、あれは。じゃあ分かるわけないじゃん。そう、あれは鉛筆の知らないよ、さっき出た武蔵とか2000年生まれだよ。すごいっすね。知らないよ、絶対みんな。すごかった。言っても分かんないから。新庄はスーパースターなんだよね、やっぱりね。知らないよ。鉛筆転がして正解したんだ。そうだ、敬遠の球を打ったりとかすごいんだ、あの方。あの時からすごいんだよ。いやいや、話がそれちゃってるから、うん、ないから、そんな記録はね。2人合わせてだからね、まあ、大谷翔平みたいなホームラン王ですよ。2人でホームラン王目指しましょうよ。ホームラン王ですね。お笑い界のホームラン王ってこと。あ、いいじゃん、かっこいいじゃないですか。自分で言ってなんだけど、ダサくない？あ、そうですかね。ちょっと昭和っぽいもん。まあ確かにね、なんかお菓子のホームラン王みたいな響きですもんね。知らない知らない。おい、王さんがやってた CM だろって突っ込んでくれよ。いや、わかんないよ、ね。ナボナだろ、ナボナの今顔がすごい怖かったよ。ナボナだよ。知らないから。ナボナですよ、本当に。昭和のお菓子知らないよ。2人でホームラン王を目指す。2人でホームラン王？はい、行きましょう。ホームランと、タニシで頑張りましょうよ。ホームラン、タニシって漫才協会の師匠になっちゃうよ。てか、タニシって大谷氏がちっちゃくなってんな。
どうせまたぬるぬる担当だろお前。惜しいツッコミだ。惜しいツッコミだって何。カンタロウさんが亡くなってホームランというコンビが解散し、今ホームランタニシさんとして一人で頑張ってるんだよねっていう情報も入れてほしかった。タニシ師匠掘り下げてどうすんの。誰も知らないでしょ。タニシ師匠俺らだって漫才協会入るまで知らなかったんだから。タニシだからヌルヌル担当なんだよね。タニシはカラカラだよ。ジジイなんだから。タニシはカラカラか。やだよ。ということで我々二人ですね、ホームランタニシ目指して頑張っていきます。応援よろしくお願いします。それだけはやめよう。いい加減にしろ。ありがとうございます。